組ヒラノがその D 皆さん D 組のこと大好きじゃないですか。みんな D 組のこと大好きじゃないですか。私今年修学旅行が11月にあるんですけど、修学旅行がね11月にあるんですけど、あの朝私修学旅行のホテルかなショールーム配信するので、あの D 組の人たちの声だけがゲスト登場します。ワンチャンワンチャンあるよ、ワンチャン。みんな出てはダメだよ。みんな出てはダメだよ。そうですよ、ゲスト登場しますよ。ほんとうるせえやつらが。分かんない、めっちゃ静かな部屋探してやるかもしんないけど、だからよく許可出ましたね。あのね、そういう学校なんです、そういう学校なんです。そういう理解のある素晴らしい学校なんです、私の学校は。わーし、わーわー、了解っす。 I'm from Indonesia. Hi. Hi. 一応聞くけど、ヒラノレベルの方が9人いるってことだよね。まあそういうことだね。ヒラノレベルに、ヒラノレベルにめっちゃもう図書室超通ってるレベルかな。先生も自己紹介するかもしれない。あ、担任の〇〇です。AKB 応援してますよ、ありがとうございます。テンション高さね。あ、そっちね、そっちね。投げたよ。お、星やありがとう。スター。どこ行くの？ね、宮城からの宮城じゃない。青森か。青森、仙台、北海道。かな。ごはんの、みんなが見たいのは担任よりどっちかというと教頭じゃない？最近は教頭の授業ないんだよね。なんか、タイミングが悪い。そう。好きな食べ物なんですけど、好きな食べ物は明日食べるすき焼きですかね。そう、東京じゃないんですよ。なんか元は東京だったんですけど、やっぱ感染の関係で大阪東みたいな、ニューヨークから東京になって、東京から大阪になって、最終的に北海道に落ち着いたという感じでございます。海鮮系、今日お寿司食べてきたから多分大丈夫。お寿司別に食べれないわけじゃないんだよね。あの、あんまり好んで食べないだけで、あと部屋のが残してもいくらでも食べてくれる友達が9人いるんで大丈夫です。そう、私が実はね、実は今日お豆腐作ったのが5時間目だったんですよね。で、豆乳を 200cc 入れたんですけど、めっちゃどでかいお豆腐ができたんですよ。どでかいお豆腐が、で、これあのさっきお弁当を食べたばっかり、食べれるかなと思って半分ぐらいしか食べれなかったんですよ。で、やべえこれ食べれねえわと思ったら、あの、え、いらないのっつってマジでよく食べる方たちがたくさんいるので、私が万が一残したところで何の問題もないんですよ。これ話したかな、あの夜ご飯食べようってみんなでね遊んだんですけど、あのまずモスバーガー、モス、あ、間違えた、某ハンバーガーショップ某ハンバーガーショップで待ち合わせをしたんですけど、あのその某ハンバーガーショップで夜ご飯食べるのかなと思って、私はチーズバーガーとポテトを頼んだんですよ。で、みんなも普通に照り焼きバーガーとか、なんとかかんとか、なんとか目玉焼きバーガーとかね、みんな普通に頼んでたの。ポテト L とか頼んでて、あー美味しかったねって言ってたら、じゃあ次チャンポン行くって言い出して、えっ
と思うじゃん。そしたらだよ、そしたらなんか広島にピーちゃんぽんっていうお店があるんですけど、そのちゃんぽんの大盛り頼んでプラス替え玉してた。そう、プラス大盛りトッピング多めプラス替え玉を全員それを食べてたんですよ。私さっきモスバーガー食べたからマジめっちゃお腹いっぱいだったんだよだから見守ってたのね、お水を飲みながら見守ってたんですよ。で、あみんな食べ終わってあー食べたーみたいな感じで、あもう終わったのかなと思ったら、なんかさあのマックフレーリーフローリーフラーリーマックフリーリーみたいなやつで月見な月見バーガー出たじゃんみたいな話をしだして、あ月見バーガーね食べたい気もする食べまた食べたいねいつかみたいな感じになるのかなって思ったら、行くかって言い出してそこでマックの月見バーガーを違う某ハンバーガーショップ2で月見バーガーをみんなで食べてましたやばくない？どんだけ食べ、平野なんて平野なんてモスバーガーでギブアップなのにさ、みんなほんとどれだけ食べんねんと思って。だから万が一私がその修学旅行で海鮮系とかご飯とか朝ごはんをあの残したとしても絶対大丈夫な自信があります絶対大丈夫な自信があるそうマジ超食べるからね、どんだけ食べんねんと思いながら食べ、あのいつも見守ってますそうだから私より背高い人ね、3人かな、部屋の今後ろから4番目なんですけど、そう大食いがいるんですよ。みんなもうほんと全員大食いだから、どんだけ食べんねんみたいな消食がいない本当に。だから部屋のがモスバーガーで利用したら、え大丈夫って心配されたけど、いやこっちが大丈夫みたいな太ってないんだよ、もうね全部すべて身長と筋肉に変わっていったんだろうなと、あとスタミナとテンションの方のスタミナにすべて持っていったんだろうなってぐらい細いですそう、まあ、そんぐらい動いてるってことなんだろうね。でもだからさ、いつもヒアノが体育を休むためにちゃんと食べないから貧血になるんだよ、いや貧血じゃねえかみたいな眠たいんだこっちらと思いながら、そう食べてるよって言いながら、おもろいよね本当。すべて授業中のテンションへのスタミナに変わってるんだろうなってぐらい細いですそうだから、そんなね皆さん大好きな D 組がワンチャン修学旅行中のショールームに登場するので、朝起きてくださいねみんなあ55分教えてくれてありがとう。ということでランキング発表したいと思います。お腹割れてる、割れてみんなバキバキ、ずっと触ってるもんよこうやってガチのチョコレートの人もいる。ガチのチョコレートパックが3人かな、3人います。で線がうっすらついてるのがほとんどかな。すごくないということで13位グソクムシさんありがとうございます。12位キクちゃんありがとうございます。11位カイスさんありがとうございます。10位ダイちゃんありがとうございます。9位ユウさんありがとうございます。8位モモトレントアマゾンさんありがとうございます。7位ハウさんありがとうございます。6位アルテマさんありがとうございます。5位ジョークスノーさんありがとうございます。4位クマシロさんありがとうございます。3位ベベモンさんありがとうございます。2位ケンオプシさんありがとうございます。そして1位はコバさんです。ありがとうございます。コバさんありがとう、イエイ
ありがとうございます。キャッチフレーズをしたいと思います。もっともっとって言ったら、あくもっとって言ってください。いきますよ。もっともっとあくもっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました16歳のんのんことあくもっとやんです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということでね、今日も皆様見てくださってありがとうございました。また明日配信したいと思いますので、ぜひ見てください。それではすき焼き楽しんでまいります。明日バイバーイ。3、2、1、0、アデュー。